びしたいと思います。じゃあ拍手をお迎えください。吉原監督よろしくお願いいたします。先ほどの打ち合わせで、ほとんど打ち合わせなかったですね。まあ、フリートークということで、僕はちょっとこう久しぶりの映画だったもんですから、もう台本を持ってきて、困ったことがあったら、台本をお便りに、ちょっと何が書いてあるかなと、って見ようかなと思ってます。いろいろ映画のこと、答えられないこともあるかもしれませんけれども、もし、伺っていただければと思います。はい、篠原監督が最初にお作りになった映画、はい、劇場用の前にピアフィルムフェスティバルで撮った映画もありますし、はい、高校生の時から映画好きだったんですか？いや、そんなことないです、はい、大学生になってから。まあ、そうですかね。ということは、篠原監督のプロフィールを見ると、はい、必ず明治大学法学部というのが書いてあって、はい、なんで法学部いらしたのかなって確認したら、まあ、食いっぱぐれがないから。そうですか。あんなこと言いましたっけ？書いてありましたよ。あ、そうですか。まあ、適当なこと書いてありますね。あまり、まあ、そういうふうに一般論としてはそう言われますけれども、まあ、多分、法律は、まあ、いろんな世の中のこう規定していくものなんで、まあ、映画のことは実はちょっとだけ意識してたんですけども、まあ、文学部っていう選択肢もあったんですけど、文学部ほど文学部を徹底的に何かやろうという気もなかったので、経済は苦手なんで、お金のこととかそういうのは、なんで法律が一番こうスッと入っていって、社会のことも眺められるし、ちょっとその終焉の、まあ、ことも関係ある出来事を法律で切っていくんで、そういう意味ではそれが一番いいかなっていうのはね、正直落ち着けですけどありました。じゃあ法学部を選んだことは、はい、まあ、法学部しか受けてないんですよ、うん、多分法学部しか受けてないです。受けてない、はい、基本的に他の学部受けますか。なので割とちゃんと意識的に受けたんだと思いますよ、はい、野球には行かないで剣道にいらしたとか、ちょっとどっちかっていうと、小さい時に野球じゃない、みんなが野球するけれども野球には行かないで剣道に来ましたよね。小学生の時から剣道やってたんですけどね、まあでも野球も大好きで、この映画の少年たちみたいに、まあ、野球は小さい頃からやってました。やっぱりやってる時代だったんですよね、野球は。全然たまたま剣道も僕の通ってた東京の、京都小学校と世田谷区の学校だったんですけど、まあ、そこでは剣道を、まあ、たまたま、毎週日曜日にやって体育館でやってたんで、そこの教室に通ってたんです。なんかね、野球は東京の人はみんな巨人が好きだけど、僕は阪神が好きで、そして、野球やらない、野球のそういうチームに入るのが剣道のとか、まあ、勝手なこといろいろ書いてあるんですよね。そうなんですよ。そう書いてあるんですか。まあ、確かに事実なんで、巨人ファンも嫌いだったし、はい。で、大学になって、法学法律でなんとかいろいろと社会を知ろうとかいろいろ考えたけれども、法律の勉強するより映画の勉強にちょっとみたいな感じがしたんです。いや、そんなことはなくて、一応その法律の途中までは勉強してましたけれども、多分まあ大学行ってる途中ぐらいからですかね、将来のことを考えた時に、僕は何をやりたいのかなと思ったら、多分映画しかないだろうなっていうふうに漠然と思って、何の根拠もないんですよね。経験もしてないんですから。ただ今からだったら、その大学のもう3年生になるなってた頃ぐらいですけれども、この今からどういう道に行けるかと思ったら、まともな会社に就職する気は全くなかったんですよね。で、映画界に入る道も明快にあるわけではないので、どう
ただ一つだけ、あるのは、まあ、ほぼ同世代の人たちの、まあ、映画に早くから目覚めてた方たちはピアフィルムフェスティバルで、いろんな賞を取ってたりしてたんで、あ、自主映画っていう道はあるのかなと。ただ自主映画っていうのは、まあ、高校の時いや大学の時も映画サークルっていうのはありましたけれども、僕はそのサークルにも入っていなかったので、自主映画を作る術もないし、まあプロになりたいんだったら助監督をやるべきだというのがどことなくありましたので、助監督になる道を探っているうちに、シナリオ学校に行くようになり、そしてその時に、まあ、たまたま知り合った方に現場を紹介していただいてというふうな流れで現場にたどり着いたので、そして現場にたどり着いたら僕は多分最初から肌があったんだと思いました。映画を作っている世界の人たちに対して全然物おじせずに最初から現場に何か入れたような気がするんですね。もしかしたら自分のおごりかもしれませんけども、それでなんか集団で物を作っていくっていう仕事だったものですから、その中の、一コマとして一つの、まあ、こう、なんていうかな、あれとして、仕事をしていくことを最初の段階で体験できたので、まあ、その中で、ある意味、みんなで肉体労働をしながら作っていくという、まあ、仕事だなと思ってですね、そこに興味を持ち、まあ、なおかつその中にこう、まあ、物を作っていく中のいろんなこう要素が、映画を作っていく中では、まあ、パートごとに、ね、分かれているよ、いろんな要素があるんだなということは初めての経験で知ることができたので、まあ、僕は自然に、まあ、そのまま就職もせずにフリーの立場として助監督を続けたと。大学の4年生の時に、そういう立場や、経験ができたものですから、まあ、これは半ば偶然ですけど非常に幸運な、まあ、体験だったなと思ってですね。やっぱり転職だったんですね、今思うと。そうでもありません。そこまで言っちゃうとちょっとおこがましいんで、いやいや、そんなことはないと思いますよ、素晴らしい作品たくさん作ってらっしゃって、で最初の、はい、太田光さんの方で草の上の仕 事, の仕事、はい、20分ですか、あれは。いや、40分もっと40分くらい、すいません。あれがまたなんか素晴らしい作品で、そうですね、あれはちょっと、まあ、自分の運命を変えてくれたというか、あれが僕はそのさっき PFF の方たちのことを言いましたけど、それ以前に PFF では作品は出してたんですけども、特別賞というぐらいだったので、まあ、グランプリの、ね、人たちは今例えば園子さんとか塚本慎也さんとか、まだ何人もいるんですけど、グランプリの人は本当に出世する人多くてですね、まあ、それがいいっていうわけじゃなくて、その賞を取ったからいいってわけじゃなくて、まあ、僕はたまたま入選した作品もあったけども、次に16ミリ、8ミリだったんで、ね、最初が次に16ミリを作ろうと思って作った映画が草の上の賞だったと。まあ、PFF には一度出してるからいいやと思って別な映画祭でたまたま評価されたっていうところから始まって、劇場でも公開されるに行ったり、まあ、海外の映画祭もいくつか行かせてもらったっていうのは、まあ、初めての映画で、まあ、こういう経験ができたのは非常に幸運だったなと思ってね。まあ、助監督9年ぐらいやったんですけど、今その助監督が自主映画を作っていった中での2本目の作品がその今言った作品で、まあ、偶然太田光さんが監督をやった作品があるんですね。バカ野郎っていう映画で、バカ野郎4っていうのがあるんですね。森田芳光さんが総指揮で、で僕は森田組の助監督をしばらくやってたもんですから、まあその流れでですね、太田光さんと知り合って、それで自分が頭の中で考えた自主映画のキャストとして太田さんにお願いしたら、あ、2つ返事でいいよっつってやってくれたんですよ。まあそれでできた映画だったもんですから、まあそういう経緯でなんとなくこう出始めたんですね。でそこからトントン拍子ですよね。いや全然そんなことないですよ。そこから3年間、まあ、非常に苦労してる時代があって、まあ、その監督というか、まあ、デビューはできたんですけども、長編に至るまでにすごくやっぱりそこから先は大変でですね、まあ、企画いくつか
いくつかっていうか、ある企画を考えて、それを気に入ってくれた方と、脚本もある、一緒にやってる人に書いてもらったりしながら、そのプロデューサーに脚本持ってって、それで、きちんと成立すれば、いわゆる長編が撮れる。その間っていうのが一番、こう、食えない時代だったですし、その、月とキャベツっていう感じに至るまで3年かかってますので、まあ、全然順調でもなくて、結構大変だったんですよね。その間、まあ、V シネマっていうジャンルのものは、2本ぐらい、2、3本撮らせてもらったのは、まあ、また一つ大きな経験だったと思いますけれども。どうでしょう、月とキャベツ、ご覧になった方いらっしゃいますか？結構皆さん、お若い世代なのかな。もう月とキャベツもね、20年前の話なんでね、来年20周年ぐらいですから、そんなにこうね、あんまり、もう忘れられてる作品かもしれませんね。でもやっぱり、篠原監督っていうと月とキャベツが、どっちかっていうとデビュー作みたいに思ってらっしゃる。まあ、デビュー作はそうですね、長編デビュー作は月とキャベツなんで、僕も知る人と、いや、知ってる人は草の縁が、最初の作品でしょっていうふうにどっか思ってくださってる人もいますし、やっぱり月とキャベツだなっていう方もいらっしゃいますし、まあそれは、どちらでもまあまあその人その人いいですよね。どっちが先とかその後、結構年をどんどんあれして、作品多くなってますけれども、今日のメトロに乗ってこれは2006年。まあ、撮ったのは2005年ですね。ちょうどね、まあ、今から10年前に、まあ、準備をしていたのは11月の頭に入ったものですから、11月、12月で2月で大体撮影してたのかなということをちょっと思い出して、大変だったのは、この作品は大変だったですよ、本当に。手と言って、また戻ってとか、その辺のあれも見てる方も、すごくうんっていう感じなんですけど、撮ってらっしゃる方の監督としてのご苦労っていうのは、いやーそうですね、まあこれ結構脚本を作っていく段階でも1年ぐらいかかってますし、もちろん脚本家がいて、まあ、サポートする人もいて、プロデューサーがいて、いろんな意見があって、いろんな変遷があって、今に至る。でも編集でもだいぶカットしてるところもありますし、まあ現場でなんせタイムスリップものですから、どういうふうにタイムスリップしたらいいのかとか、はたまた実際の新中野も昭和39年をどう実現するのかとか、いろんなことをなんかこう考えた覚えがあって、そのまあどこで39年の東京の新中野を撮れるかっていうのはね、まず最初の時なんで、選んで、伊東市、静岡県の伊豆の伊東市が協力してくれることになって、まあ、具体的にどこに何を置こうかとか、まあ、いろんなことは美術の方と含めて想定してたんだなと思うんですけどね。細かいことは、まあ半分覚えてるような忘れてるようなところもあるんですけども、そうですね。まあもう監督さん次から次とこういろんな企画を立てて作っていらっしゃる時がある程度、あんまり全て覚えてたら、いやいろいろ突っ込んでいくと、ああ結婚したんですよとかっていうのは思い出しますけどね。時代交渉がいきますもんね。それはずいぶん調べました。そうでしょう。どういうふうに調べたかは、こうスタッフの方がこうアイデア出してくれるときもあったし、自分の方でも例えば中野区の新中野の昭和39年の時の地図っていうのは、図書館に行って古いやつを、古地図なんかを探してきて、オデオン座ってのはここにあるのかとか、なんかそういうのは当然調べましたし、懐かしい映画ですよね、あの映画は。まあ現実のね、あと闇市をね、どういうところで撮れるかっていうのは、これまたなかなかそういう場所がなかなかなくて、これは偶然横浜の今みなとみらいのあたりで開発されてしまいましたが、開発される前に残っていたレンガ倉庫みたいなところがありまして、そこの一角を使って闇市のシーンを、作ることができたんで
ですね。メキストラが300人くらい来てもらったりとか、そうですね、何日間かそういう撮影をしたなということを、まあ、見ながら思い出しまして、はい、あのエキストラの数の多さでやっぱりヤミ市のこう凄さっていうか、そういうのが伝わってきますね。そうですね、みんな今日見てるとはそれぞれの方が、うん、よく動いてくれたなと思ってですね、うん、そうですよ、皆さんが、まあ、基本的には役者さんを中心に集まってもらってるんですよ、うん、まあ、なんかとある例えばワークショップなどで知り合った、俳優さんたちに声をかけたら来てくれたりとか、いろんな方面でそうやってこうみんな聴覚の人も含めて集めてこうやったかなという記憶がありまして、まあ、ちょっとね古い映画の話を聞きすぎてしまったかもしれませんけど、いや全然ここら辺があそこに映ってるんですね。そうですね、今のレッポになったね、まだ靴磨きの専用をやって、彼もまだ始めてちょっと1年ぐらいだったかもしれないですよね。で、監督さんがお作りになる映画って割と新しくて、その時代の旬の監督俳優さんを使ってらっしゃるんですけど、皆さん今みんな第一線で活躍してらっしゃる、香里奈さんにしても鳴宮君にしても出た、あ、深呼吸ですね、うん、あそこで出てらっしゃった方もね、で、思い直さんが随分ほっそりとして始めた時なんか分からなくて、この人誰なのかなと思ったら思い直さんだったりとか、いろいろその時の旬の監督さんをよく集められたなって、やっぱり監督に魅力あるから出たい出たいと思っちゃうんですよね。いやいや、そのことないです。それはね、僕がやってるよりも、プロデューサーの方がある種、新国に関してはね、これからを担いそうな役者っていうのをちゃんと見つけようよっていうことで、いろんなリサーチをしていて、カリナっていう子がいるんだと、まあ、僕は偶然天国の本屋っていう映画でもカリナさんを使ってるんですが、天国の本屋でも上がっているし、深呼吸でも上がっている、あ、これは今カリナを使う時代なんじゃないかとか、そういうことでカリナさんが決まったりとかね、はい、大森君はその前の映画で僕は偶然またオーディションで会ったことがあって、その時はちょっと大森君はとは大森君の使いとはご縁がなかったんですけど、僕は覚えてて、で大森君候補に上がってたんですから、あ、これは多分思いなおがいいんじゃないかなと思ったりということで、あと長澤さんが出てくるんですね、まあ、長澤さんは確か世界の中心で、あれですよね、長澤さんにとっては世界中の先で、まあ、ほぼ同時くらいにこれがあって、これっていうのは深呼吸の必要は10月の撮影だったんですけど、まあ、多分世界中はその前に撮って後にも間に深呼吸一つで撮ってるんですよね。まあ、彼女ともなんかこうある種これからの俳優さんということで、あの人に関しては面接っていうのでね、会って決めさせていただいたんですけども、はい、で監督の作品はキャベツが美味しいキャベツが出てきたりとか、沖縄料理が出てきたりとか、いろんな食べ物が多いですね。そう、はい、それでまして今日これから見ていただく映画、これも玉ねぎというか淡路島のやつなので、やっぱり食が豊富なところですよね、はい、うん、でこれはどういう、これはね、はい、これはですね、種まく旅人っていうのは国民の里ってこれからかける、かかる映画は第2弾なんですね。第1弾っていうのがありまして、まあ、それは渋谷俊さんという監督が第1弾を撮られたんですね。で渋谷さんがおそらく企画者なんですけれども、渋谷さんの故郷は大分で、大分のこう、まあ、種まく旅人そのもののコンセプトっていうのは、農林水産省の役人がとある土地に行ってですね、その土地におけるこう農業や漁業をまず推薦するってことが目的のこう企画なんですけども、ある土地でその土地の名産のものだとかをこう、探りながらこう何かその土地にある問題点の良さや何かをこう発見して、まあ、その問題点があるならそれを解決していくっていう。で第一弾は大分の渋谷さんの故郷である大分のお茶っていうのにスポットを当てて、お茶の農家の、これは多分後継ぎ問題だったと思うんですけどね。でそういったこう問題をこう、見つけ出して、まあ、映画の中でその解決していくというか、物
語としてその解決していくっていうことが第一弾で、第2弾すでに中谷さんの方で淡路島でやろうと、まあ松竹という会社も、まあ西の方に京都にも撮影所がまだ残ってまして、まあ、松竹の京都の方との企画で始まったんですね。それで、まあ、実はその中谷さんが残念ながらちょっとその時にお亡くなりになってやってる最中ね。それで松竹の方っていうのは深呼吸の必要な時の、背景にかかってる方だった。で多分どっかで似通ったものを感じてくれたんだと思うんですが、まあ、後継の監督として篠原君どうだっていうふうに、まあ、いただきまして、まあ僕渋谷さんとちょっと縁があったもんですから、ぜひじゃあやらさせてくださいということで、まあ、受けて、そこから始まったんですよ。でそこから自分の淡路島に関わるようになってから、台本は、まあ、一応仮の台本もあったんですけども、まあ、自分なりにはどういう切り口でいこうかっていうのをこうね、いろいろと、もう一回改め直すというか、で淡路島っていうのは海苔の、まあ、農業で言えば玉ねぎが有名であり、まあ、漁業で言えば、タコで有名なんですけども、あるいは夏はハモが取れたりとかいろいろあるんですけども、まあ基本的には海苔なんですね。関東では海苔は大体有明か東京湾、有明、九州の方の有明湾の海苔か東京湾の海苔か、あるいは東北の海苔かということで有名だと思うんですが、ほぼ兵庫海苔っていうのはこっちに行き渡ってないので、あまりご存じない方は関東には多いんですけども、実は兵庫海苔っていうのは淡路島あたり、近郊瀬戸内海のあたりで作られている海苔のことを総称しているんですけども、まあこれから見ていただく映画の中で海苔作りが画面にこう出てきますけども、これがなんと面白いことか、こんなに海苔っていうのが、たかだか普通にこう食べてる海苔が、あ、こんな風に作られていくんだっていうのがですね、結構驚きであるとともに、そこの海苔が作られていく過程の中にも海苔の漁業の方々にはこんな問題があるのかっていうのは、まさかそんなことが問題なのかっていうふうに思ってしまうんですが、そういうことをちょっとスポットに当てて、まあ、撮った作品なんですよ。はい、今ちょっと解説していただいたんで、これからご覧になる方はそれをね、そうですね、あまりちょっと詳しく言ってしまうとネタバレになっちゃうんで、海苔がとにかく出てくると、海苔が多分こう丁寧に撮られてる映画を世界中の中を探してもまあまあないだろうと、ないですね、これが一番海苔についてはやってるかなと思ったり、はい、まあドキュメンタリーじゃないんですけど、まあ中がちょっとドキュメンタリー的な部分は要素としてあります。はい、周りの景色の素晴らしさもあるし、まあ、あとだからその食につながっていくですね、そういう農産物っていうのはこういかに作られて、それがいかにこう食と食べるということとつながっていく、それから何か生きるということにつながっていく、まあ、なおかつそれが飽きないということにもつながっていくというふうに、まあ、見ていただければね、いいかなと思うんですけども、はい、なんか監督の映画を見てキャベツをそのね、それこそ生でパリパリね毎日食べる一つの料理として食べるようにもなったし、いろんなものにこう興味を持って、今度お海苔とかいろいろ出てきますので、海苔も、まあ、ペロッと一枚カチャカチャと食べるのもいいけれども、ちょっとこう思いを馳せて食べていただきたいですね。どうですか？いや、海苔は本当に、ね、自分も関わってからね、いや、海苔一枚がね、結構愛おしくてですね、ちゃんとこう買ってきたらこう炙って、火に炙ってですね、食べると、ああ、こんなに香ばしいんだっていう、香りも感じるんですね。その香りがこうどこから来るのかとかですね、全部その海に関わってるこう話なので、そこが面白いかなと思うんですよね。なんかまあ食、私も食べるのが好きで主婦だし、ついついそういう話に行ってしまうんですけれども、でこれをこれから見られる方はちょっとラッキーですよ。いろんな話を伺えたので、そして今度この後、はい、公開になるのが。州、まあ、紀州電駅ってターミナルって、はい、一度こういうチラシをいただいた方もいらっしゃるかと思いますが、佐藤浩一さんがお出になるですね。これは11月7日ですから、あ、そうです、11月7日、ね、2ヶ月後ですね、2ヶ月後、あ、2ヶ月後です、はい、そうです、はい、
で佐藤浩市さんも中年も、もう連呼というか不安がすごく多くて、うちのクラブでも大好きな方がいらっしゃるんでね、これはすごいと思うんですけど、そして本田翼さんというのは今連呼の若い女優さんですよね。でこれもやっぱりディレクター方が何か連れてらっしゃるんですか。いやいや、まあ、あのディレクターってことですから、ね、プロデューサーとの相談の上、いや結構これね、あのいろんな、あのまあ、こう俳優さんを一人決めるのもね、うん、あのいろんなちょっと要素が噛み合ってくるので、ああの、ね、全てのことを明かすわけにいかないような仕様があるんですけれども、うん、そうですね、本田さんというのはどっちかというと今後期待できる、ね、あの役者さんとして、うん、あのまあ、使ってみたいなっていうところでやってきてくれました。それでベテランの小野町さんが出てて、そうですね、小野町さん、もう彼女もベテランの域に入りましたね。そうなんですよね、あっという間に。小野町子さんとは、うん、その2011年に公開になったワンオトリという映画で、うん、僕は初めて仕事をしたんですけども、その時はまだすごくまだおとなしい方だったというか、うん、で川瀬さん、直美さん の、 燃えの朱雀という映画にデビューして、はい、で川瀬さんの作品は何本か出てまして、川瀬映画の前には広いんですね。でなかなかすごく実力もあって、でもね、なかなかこう主役という座を射止めるにはちょっと時間がかかったというか、まあ、もちろんいくつかの作品でもちろん川瀬さんの映画で主役になってますし、あれなんだけど、多分カーネーションですね、NHK の、あれが彼女の、あれが彼女がブレイクするきっかけになって、多分僕はとりあえずその前の作品なんです。でそこでガラッと彼女の立ち位置が変わって、もう去年ね、去年の今ぐらいにこの紀州天気ターミナルの撮影をちょうどやってたんですけども、いやもう小野さん様々な感じで、もう1年っていうか、もう時の経つこと、まあ、つまり一つの作品によってガラッと女優さんの立ち位置が変わるんだなというふうに、まあ思うくらい、こうある種の風格といいますか、貫禄といいますか、それはもちろん俳優としての技術もそうですけども、なんかすごいこう備わったんだなと思いましたね、これをやってね。存在感があって、まあそうですね、でも元々あったんですよ、何かのきっかけでこう人っていうのは注目されて変わるんだなっていうのが、すごくここ数年の中で小野さんはすごくはっきりしていくんじゃないかなと思いますけどね。篠原監督ってその出てくださるその俳優さんの個性とかそういうのを引き出すのがうまいというふうにも伺ってますけれど、ただなんとなく姿勢に付き合ってるうちに向こうが勝手に出てくださる、その出てくる。いや、それはまあまあそうですね、いろいろ関わってるうちに、うん、なんか偶然なんだと思いますよ。その例えばさっき言った深呼吸の人たちがこう集まることになったり、まあいろんな要素が重なってキャスティングになっておりますし、この今日やったメトロですも、僕は今主に鷲見さんがいて、大沢さん君がいて、常盤さん、岡本さんっていう、こう4人がよく集まってくれたなっていう、これもなんかすごいこうメンツだなってね、すごいですよね、ちょっと思ったんですよね。で鷲見さんがまだそれこそ、まあ本当に主役やってまだ何本目かぐらいのところで、この鷲見さんの動きのね、スピーディーなことっていうのは、どこの映画の一つの、彼はすごいんですよ、スピード感があるんですね、本当にその芝居にね。これが今日久しぶりに見て、この鷲見さんの優れてるところってのはこういうことかというふうには何度か思う瞬間が、まあ、ありました。はい、大沢さんもなんかその表現するところがすごく上手で、変わってきますよね。大沢さんが、穏やかなのに、こう、アムールになったり。彼はね、どっちかというと熱っぽいことをやりたがるタイプ。で実はあまり言ってはないかもしれない、もう10年経ったからいいんですけど、アモール川になんかロケハンというか、自分なりにね、アモールっていう役を演じるのにアモール川まで行ってきて、そのやっぱり土地の匂いを嗅いできて、で僕がやるんですよみたいなことは当時ね、こそっと教えてくれたんですけどね、そうかっていう、そういうことが最近の映画でも大沢さんが味覚なんかのお医者さんの役をやってたのもすごい熱いなと思って見てたんですけれどね、そういうリサーチをする人なんだなと思ったりね、雰囲気とはちょっと変わ
この雰囲気は違うと。いやでも顔の雰囲気も熱いじゃないですか。熱っぽいでしょ。でもスッキリしてるじゃないですか。え？スッキリしてる。そうですかね。いや結構濃いかも。まずでも本作りも
ちゃんとでやる人はやるわけですし、あとは撮っていく技術の問題ですよね。最近でも CG が随分いろんな人が CG も手掛けるようになったから、あの不可能なことはだんだん可能になっていきましたんで、僕たちがまだ自主映画作ってる時とはちょっと違うんだなって思いますよね。なんかセンスがやっぱり、あとみんないろんなもの見慣れてきてるんで、いろんなセンスをみんなこう取り入れてね、外国映画の人たちのある種のテンポ感だとか、まあいろんな意味でいいところをみんな取り入れて作品に投影してるんで、見栄えはみんないいですね。自分たちが8ミリやってた時は本当にこう8ミリってもう編集、もうフィルムの一個一個切りながらこうやっていく編集だったんで、非常にこう丁寧ではあるけれども、なんていうのかな、やっぱり絵の作り、映ってるこう絵自体の、ビデオで撮ってるね、最近のビデオで撮ってる絵とのクオリティで言えばちょっと違いますからね。1ミリってやっぱ限界があるので、その上手さももちろんあるんですけども、まあなのでそういう意味で技術的な見え方が全く違う。タイトルの出方もいろんなものを使用すればすごくかっこよくもできる。そうなんですね。8ミリなんてできないんですよ、その当時。なんかその8ミリをオーバーラップしながら文字を出すとかね、そういうことしかやっぱできなかったんで、まあ、すごくそれなりの苦労があったし、手作り感があったんですけども、まあ、今は逆に言手作り感も別な形で見出しているような気がしていてね、そこの良さもあるし、だからプロ志向に近い作品が多くなってるなというふうに思います。あとだから内容の問題ですね。そうなんですね。内容が面白いかどうか、そうですよ。技術的なことはみんな追いついてきたので、それがどういうふうにできるかなっていうところじゃないですか。だから機械が良くなり、質は上手くなり、編集は上手くなり、ただこの木漏れ日の大ホールに最終的に掲げられるかどうかっていう、その見応えのある、それだけ20分に完結するんだけれど、10分ですか、20分、あ、そうですか、満足したっていう作品を選ぶのが結構難しい。全部がレベルは上がってきてるんですけどね。だからどういうふうにしたらいいのかなっていうのは、今監督の話伺ってて、今の若い人たちのそういう、ね、作り方っていうのはよく分かりましたね。あとやっぱり脚本っていうのは多くの本を読んでっていうのがあるんですが、何かその脚本を書くため、背景みたいなっていうの、まあ、これは人それぞれだから何とも言えないですけどなんかひらめきでできちゃうというのもありますしね。やっぱりそのいろんな小説なりを読んで良さを汲み取ったりとか、でも結局自分の世界観を映画の場合作るしかないんですから、まあそれはね、なんかある設定が不意に浮かんだ時に面白いものができたりとかするんだと思いますよ。ご自身はどうですか？僕もすごく悩みますもんね。なんかここのところ、まあ、正直言うと依頼された仕事が多くて、あんまりオリジナルでものを考えてないなと思ってね。だからただいろんなところで原作から紐解いて映画を作るときも、こういう原作だったら どうすべきなんだろうかとか、まあそれはノウハウありますんで、そういう中で考えていく中でね、で僕も時に不意にあこういう設定のストーリーができたらいいなと思って、まあ、メモに残しておいたりすることもあってね、それが何かに広がることも今後あるかもしれませんし、まああるといいんですけどね、そんなふうにこう思ったりするんですけどね。ちょっと本は本でね、一番自分の中ではこう取ることよりも難しいですね。そこは一番なんていうか、人の本はいろいろ読んでね、ああだこうだって言えるんですよ。言えたりってもできるんですね。じゃないかとかなって思いますよね。で、まあ自分は映画作ってる時に大体脚本家が立つことが多くて、むしろそれの方が良くて、脚本家が書いたものに対していやこうした方がいいとかっていろいろあるんで、まあ撮る側の立場からこういろいろね、で、まあ、総合的にそれもっと客観視した上で、この脚本はこういうふうにしたらもっと面白くなるだろうとかっていうことは監督目線で言えるんですけども、まあ、これがまたね脚本目線で考えるとまたちょっとなんていうかな、違うことになってくるっていう不思議なんですよね、これね。だから僕共同でやってた方が監督タイトルしか出さないんですけど、基本は。でも全ての映画は大体関わってないわけがないので、単なる旅人なんかも実は脚本は相当大変だったんですが、まあ、最終的にまとめていくまでにはね、
て押されてるんですけれども、今何分ですか、12分ですかまだまだいろいろお話伺いたくて、もう監督のお作りになった作品一本一本のことについても伺いたいんですけれども、まあ映画を監督ご自身最後に映画を作りたいときまず観客の皆さんに向けてどんな気持ちで作ってらっしゃいますか。どんな気持ちっていうのは一言で言えば、いや楽しんでくださいというか、面白がいろんな意味で面白がり方はあるんですけど、作品によって面白がり方は違うんですけど、まあ退屈しないように作りたいとかいろいろ思いますけどね。まあ僕なんかは観客の人たちが、まあそれこそ劇場で、まあ、劇場なんかその前の試写会とかで初めて観客がその映画を見てどういう反応するかっていうのはすごく楽しみなんですよ。なので作ってる時はもちろん観客にとっても面白くあろうとしてるんだけど、それが滑る時だってなくはないわけだね。だからそれがまあね、ちゃんとこう、まあ、ちゃんと見て くれるように、まあ、作るっていうのが大前提であるんですけども、ご自身はそういうつもりで作ってますか。そうですね、だから最初の試合やるときは一番緊張しますよね。今日の感動を聞いてください。どうもあんまりです。そろそろ、この後14時半から種まく旅人の上映なんで、ちょっとせっかくですから七倉さんだけじゃなくて観客の方に何か質問があれば、質問を受け付けます。何かある方いらっしゃいますか。あと本当5分ぐらいしかないんですけれども、せっかくの機会ですから。はい、すいません。原作者がやるというのも知らなくて、まあ、映画そのものはそこ圧倒されて、わすごいな、こんなすんの作る監督どんなやつだと思って、そしたら原作者が出てるんで、あ、原作者がいて監督かというので、ある意味化け物じゃないかとホッとした反面、映画作りの上でこの原作の重みというか必要はどんな何倍なんでしょうかと。メトロに乗ってというのは浅田次郎さんの初期の頃の代表作であるという今言われている作品なので、非常にこれをやるのかということは自分にとっても大いなるこうプレッシャーでも正直ありました。で実は僕が映画化される以前に、まあ、何人かが、まあ、何年かちょっとかかってるんですね。で他の監督さんもトライしたりとかでもいろんな意味でちょっとうまくいかなかったりようなこともあって、なんせタイムスリップだし最後に突然こう階段落ちということで人が一人ね自分の命を絶ってしまうというような設定っていうのはあれいわば ある種の自殺ですから、あれなかなかこう僕も見ててなんかすごいのこれ何やなんかすごいことが起きてるなとか思いながらですね、俺はどうするかってなって突然こうさっきまでいた人が消えるんですよ。これありえないですよね本当にね。で僕思いながらね自分で作ってるんですけどね、でもまあそういう美智子は消えたっていう、ね、原作一言美智子は消えた、これどうするかっていうのは本当こう突然カットが変わったらいなくなってるってことでいいのかとか自分で今でも思いますけど、まあそういう風にしか作れなかったですね。まさかそれが映画的な妖怪でだんだん消えていくとかっていうそういう描き方もあったかもしれないけども、そういうのもどうもなんか嫌だなと思ったんで、もうスポンってないならないっていうふうにね、そういうふうに撮ったんですけども、まあちょっと質問の答えになるかわかんないんですが、はい、そんな、まあ、いくつか今日は思うことがありまして、まあでもメトロに乗った原作は実はもっといろんな場面設定がですねこの映画の通りにはなってなく、もっとなんせ分厚い本なんでいくつか省略しなきゃいけなかったんです。でそれはもう浅田次郎さんの方もいろんな意味で了解していただいて、まあここに至ったという感じでございます。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。いかがでしょうか。これからの映画のことでも鎌田選手よろしいですか。あ、はい、どうもありがとうございました。一言、たくさん
さん撮っていらっしゃいますけれども、あの絵に心眼しにくい、これ撮りにくいな、今さっきおっしゃいましたけど、どうやって消すかというお話になりましたけど、はい、いやこれは絵にしにくいなと思ったら脚本があるかと思いますが、それのご紹介もしよろしかったらお願いします。それと、脚本、どんな脚本ってやはり良いのでしょうか。あの通り一遍さらっと書いてある、のがいいのか、それから指使いに至るまで事細かに書いてあるのがいいのかな。今さっき私はご自分で書かれたのが一番イメージしやすくて感情が取りやすいのかなと思ったんですけど、先ほどちょっと脚本を書いた方がいいとおっしゃったので、これについては分かりました、ありがとうございました。もしよろしかったらお願いいたします。はい、いや、ですね、脚本の細かなディテールは書いてない方がいいです。というのは役者の動きっていうのは現場で俳優がやったことによって生まれてくるので、今日の映画なんかでもですね、例えば笹野高史さんの芝居を見てると身振り手振りが非常にこう大きい方なんですね。でもあれ一切何の指示もしておりません。あれは笹野さんが自分で創作されたお芝居であって、で僕はその笹野さんの芝居見ながら、あ、面白いなと思ってね、あ、笹野さんのリズムでやってるなと思って、まあ田中みな実さんにしてもそうですけど、でも基本的にはそれは俳優さんの方でやってもらうように書いてあった方がいいですし、要はセリフとトガキで全てなんで、その身振り手振りまでこう書かれてたら役者はそれでがんじがらめになっちゃうんですから、そんなものは書いてない方がよくて、むしろ物語ですね、セリフだけでも極端に言えば本当に必要最低限省エネのトガキとセリフさえあればいいんだと思うんですね。でそれ以前に大事なのは物語ですね。どんな物語であるか、それが原作をやりながらでも一番苦労するのは、その原作をどういうふうに映画としてアレンジしていけるかということではないかなと